さあ、今日はなんとね、私、まあ、あの、大阪、今朝はこうやってお仕事いただいてんです。明日からは、あの、東京行ったり、あの、名古屋で、だから、三カ所で、あの、お仕事をいただいてるんですよ。今日は名古屋の方。名古屋から。はい。ラジコっですかね。いや、どうなんでしょうね、電波も届くのかな。ありがとうございますね。聞いてみましょうかね。はい。 おはようございます。おはようございます。マサエさん。はい、そうです。あのナルミなんですね。え、お家がナルミ。ナルミちあ、あのね。はい。あの名古屋の徳重です。え、徳重。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 あのね。はい。地下鉄の、はい。地下鉄の終点の徳重駅。 そこから近いところです。いや、それ、僕知らないですね。僕はね。はい。あの、その地下鉄じゃない、地下鉄で。はい。名古屋で一番初めに、ね。え。あの、できた地下鉄が。名古屋駅から、ね。栄まででした。あ。そうですか。二つ、それからずっと伸びていって、今、あの。岡っヶ丘うとこまで行ってるんですけども。そうですねね。はい。はい。 今日はね、あの他のあの聞いていらっしゃる方なんかもほっといて、名古屋の話しましょう。<laughs> どうですか？え、<laughs> あの、はい、これはあれですか？緑区っていうのは昔のナルミのことですか？あ、そうですね。ま、ナルミ、ナルミ、みどり緑区。緑区<あ>、あれ緑区になったんですか？緑区、あ、その頃のことよくわからないんですけど。<laughs> あのね、そんなこと言ったらあれですよ。おばあちゃんま、おばあちゃんまどこから突入できたんですか？ いやあのね私はあの静岡浜松浜松で生まれてそれからあの結婚して名古屋に住んだんですけどあのね味めは中川区に住んだんです中川区中川区はいわかります皆さん方に申し上げると中川区というのはあの中日球場という球場があったんでりますだからあの梅の橋はい

えー、巨人がよく頑張ってみましたね <laughs> 巨人がね巨人ね,ね私の亡くなった主人も坂東さんのことが大好きでしたえ、あれご主人あそうですかななもう<え>先に抱え、はい、なさったんだ、はい、うん、はい。お寂しいなそう、えー、もうね今年の12月あ,あら 12月15日で7回忌。あら、そうですか。7回忌になります。それなので、はい、中川区に主人と2人で住んでいたんですけど、子供たちはみんなとついで、はい、もう2人だけになって、主人と2人で住まいしてたんですけどね、うん、主人が亡くなって、もうお母さん1人寂しくなったからって、 長男が緑区に住んでいるので、うん、長男夫婦がね、うん、私を緑区で一緒に住もうって呼んでくれたんです。ああ、そうなの。ええー、それから緑区に住んで、もう六年かな、六年ぐらいになります。そう、あの僕はね、はい、あの名古屋でも住んでたんですけども、はい、あのまあ結婚したのが東京の女の子だったもんですから。はい そうなんです。東京行ったり、それで僕とこはあの母親が神戸の出たもんですから。神戸に親戚があったりしたんで、意外と名古屋のご縁というのは野球の時だけだったんですよ。中日でしたもんね。そうです。あの僕はあの持ってた球団です。はい。そうです。か持ってない持ってない。僕は。持ってない持ってない。 じゃあ、<laughs> 言葉が間違え、僕で持ってた球団です。僕で持ってたの?。<laughs> それも違うか。<laughs> <laughs> そうですね。万藤さんとっても活躍してらっしゃる。だから。<laughs> そんな活躍はしてませんけどね。はいはい、でも今もね、一応名古屋であの、放送はやってますんで。あ、そうですか。そう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。はい、はい。この後ね、すぐてえと、走って帰るんですよ、名古屋へ。<あ>で名古屋でお昼間、ま、またやるんです。あら。あら そうですか。あの名古屋にあのここのここはね MBS って言うんですけども。はいはい。あの名古屋は CBC っていうのがあるでしょう。え CBC ありますよ。あそこでねあのお昼に聞いてください。私これが済んだらターッ出してってやりますから。まあそうですか。そうです。わかりました。聞いてくださいね。はいはい。そしたらこの電話番号ってこれおばあちゃまのご自宅ですか。いいえこれ私のねスマホ。 スマホの電話番号ですこれうん、これねおおばあちゃんスマホできるの <laughs> あた何でもできますよ<え>ほら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  <laughs> もう私はね <laughs> もうスマホもタブレットもしっかりもマスター <laughs> しっかりやってます使ってますお前はバンドエイかえ自慢ばっかりしやがって <laughs>、はい、<laughs> えはい、マサエさん タブレットってどこ意味がわからん、はい、タブレット、うん、タブレットあ私のはねタブレットではなく iPad。iPad?iPad <pad> のほ、ね、う、iPad。iPad ってあのこうん、あれですか、ゴルフ場行ってポンと打ってるやつを。違う違う。ネット、あのね、<あ>スマホを大きくしたような、<laughs> あのね、ああ画面が大きいもんだから、あの、動画を見るのにね、とってもあの、 見やすいんですよね。アイパッドで見る方が。ね。画面が大きいですから、ね。だもんだから。うん、私ね。いつもね、アイパッドで動画を見たり。いろいろ楽しんでます。ちょっと待ってよ。はい。正枝さんは。はい、今誰か付き合ってる男はいます。<laughs> いません。い <laughs> ないということは。はい、ご家族、はい、だから、お孫さんだとか。はい、お子さんの結婚なさった。ね。え。 あの、はい、ね、男の人と結婚してるでしょうから、お嬢さんたちが。はあ、あ、私の孫たち、まだ結婚、誰もしてないです。誰もしてないの。え、ほんなん僕と一緒や。もう何あのね。うん、もう、本当に孫の上の子は、もう三十過ぎてるんですけど。まだ、お嫁さんと縁がありません。あら、そうなんだ。はい。 あ、そ、それはいいわ。あの男の方はどうでもいいんですわ。そしたら<う>、女のお孫さんは何人ぐらいいるんですか。女の子は二人いるんですけど、<う>大学一年生と<う>それと高校の二年生。あら、これからやな。心配やね、ちょっと。うん、可愛い,いですよ。あの、あのね、うちもね、はい、孫が二人おるんですけどね。<え>あの、はいえ、女の子二人なんですよ。 そうですそれがね女の子、人上の方は今あの会社へ行ってますけども、これが一メートル七十四センチ。わあ素敵。何が素敵。いや素敵なスタイルね。そうです。そして下の方が一メートル七十六センチ。俺女の子。いやそれは素敵なモデルさんじゃない。それがねえ僕が生まれた時に。 僕は足フェチで足のきれいなね足のすっとした人が好きだったんでちゃんとギブスを作って整形外科でそれで赤ちゃんで寝てる時もちゃんと寝る時はそのギブスをしてたんですまあそれはそしたら大成功足がーっとしててねまっすぐですよねもしもしお話聞いてください。 足は綺麗なんですスーッとまっすぐ、ええ、そしてね、ええ、1, 1メートル7 5ンチと7 6ンチあるんです女の子素敵、ね、そしてえ学校もいいですよすい,いい学校行ってますからねあそうですかはい大学まで全部行ってそれがねちょっと雅、ええ？顔がね、はい、俺がついてるんですよ俺の顔が。 でもね、坂東さんかわいいですよマサエさん、さんはいはい、ちょっと失礼でしょう何が今、僕が小さい声でね、<え>上に顔が、俺の顔がついてるから笑ったでしょうーん,、うん、私ね、坂東さんの笑顔が好きですよいや、かまじで、ね、今 <laughs> さまお世話に言われてあかんわ何を言うとんの、マサエ あのね、エナがとっても可愛いから私は好きよ。ああ、もうバンドさ素敵なお声ですよね。めちゃくちゃタイミングのお声してる。僕よりちょっと年が上だし。ねえ。これあのすいませんけど、僕あの日曜日ももちろんあの名古屋行くんですけども。はい。それ以外でもね、あの翌日が仕事がないときには名古屋で一泊するんでね。 どうですか？はい、あの緑熊だったら行きますから。あのまあ、<laughs> 来てください。<laughs> 遊びに来てください。<laughs> え、あの、はい。遊びに行ってって普通の遊び、大人の遊びですよ。あら、<laughs> え？<laughs> え？<laughs> いや、それは。は なんなの？ななのってこんなね日曜日の朝っぱらからそんなこと言ったらおそらくああの僕はまだいいけどもねアシストしてくださっている方はあの女性のアナウンサーのトップなんですよ偉い人なんですよトップで年なきゃいいと思うそしたらその人がクビになりますよこんなズレえそんなもんねラジオで知り合ったおばあちゃんとバンドがえこそこそと ラブホーから出てきたっつって。いやいや。おばあちゃん、あ、サイさん、ラブホー行ったことある。いいえ、私縁がないです。よし、行こうか。そういうとこ知らないですよ。行こうか。ラブホー。行こうか。いや、もうびっくり。いやいや。行こうかって、あのラブホーを見に行くだけですよ。あ,<ー>あの、こんなんちゃうなんですけども、怒られるかもわからんけど、はい、そんなにね。はい 生きがって頑張ったって何ともならんから、はい、体が <laughs> もうねそうですよね<う> <laughs> 本当, <laughs> 本,当本当に不思議ですねこれって神様がおそらく決めてくれてるんでしょうね多分ねそうでないとそんなお年になって働いたって稼げんから子供にちゃんとね食、はいプチだとかちゃんとできないのにそんなことができるようにしとったらいかんでしょうが。 そうですよね。はあ、それにそういうことだろうと思うんだけども、どうもマサイさんは年齢の割にはやることがえ、はい、なんかこうしようとすることがなんかえ、はい？はいはい。若い。ですよ。<れ>お声も聞いたってまだ五十代の声してますよ。あらまあ、ありがとう。ちょっとます。ありがとうございます。マサイ。はい。あのね、はい、ふんって言ってふーんって。 じゃあもうちょっとうん,もっとんそんなんできないですよ <laughs> <laughs> あのね言っとくけど大阪の番組は許されるんです許されえいれダメえ名古屋はねちょっと封建的やからねえっ無理、はい、無理無理です <laughs> そんなんね すいませんあの七回忌が間もなくの時にいらんこと言うておてんちどうさんの横から怒ってるよ怒ってるよ。かもしれませんね。それからねびっくりしたのはねええっね神谷沢正きっちゅうのがそうだって そうです。投手、投手<主>。坂東さんと一緒、投手。まだ大したことないね。え今、もう入って2年目になるけど、まだ大したことないな。<laughs> うーん、でも、あのね、ドラフト指名されたときにはね、うん、出た、出てたんですよ、あの、先発でもね、巨人相手に、先発で投げたんですよ。うん、あら、そう。指名されたとき。 ちょっと谷川っての覚えましたからあそうですかい,ます、はい、いや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 <え>それよりね矢野っちゅう監督がもう一つやからねこの気の毒やけどンドがなっとったらよかったんだけど、うん、<laughs> それでその弟さんが福岡のやめでねやめのご出身だそうでやめ<れ>ってなかなか読めませんでしょ それはね。ややめめちちゃゃでというのは僕は高校野球の時に準々決勝でやめにを張ってるんですよ。ややややめめととねってい だからもうこんなもんやっつけてしまいましたけどねそれとねバンドさんあのねあの高校野球で富山県の宇和津はい宇和津の宇和津高校村椿さんはい村椿はいねえあれはとっても有名でしたもんねあの時そうですねもう私も富山にいたからその頃そうですか子供の頃富山富山にいたのよその時のね実況した ね、アナウンサーがーあの放送局で選んなくて坂東くん僕が最後の放送してたんですよ村今村つばき甲子園のマウンドにチルって言ったんです村椿が散るって坂東、うん、っていうのはねもう強盗みたいに言われてね名前が。はい どうしちゃます。すごかったですね。今度また、あの、ゆっくりとお話しましょう。バンドのすごかったですね。のと、この続きを今度話しましょうかね。ありがとうございました。今日は、今朝はすいませんでした。こちらこそ。どうぞ、谷沢君によろしく言っといてください。はい。失礼します。はい。ありがとうございました。